関西唯一の女子刑務所、和歌山刑務所。現在300人の受刑者が収容されている。今年1月、出所後就職を希望する受刑者と採用を検討する企業との面接会が開かれた。面接に臨むのは窃盗、詐欺、そして覚醒剤に手を染めた受刑者12人。罪名ですか？覚醒剤。はい、一緒です。3人とも覚醒剤に手を出し服役している。欲しいんやけどって言われたら、分かった探すわとか言って、近寄ってくるんだけど、近寄ってくる、やめなくても、タクシーとか、はい、なんか向こうからなんか近づいてくるみたいな。切れたりやってしまう。自身の過去を赤裸々に語るこの女性、出所後再び覚醒剤に手を出し服役している。刑務所では薬物依存への回復に向けた治療や教育を行う一方で、出所後の不安を隠せない受刑者も。断ち切れそうですか？そうですね、今の自信は 80% ぐらいですかね。残り 20% まで不安ですか？出てからどうなるのかなっていう不安があります。やめれないとかじゃなくて、どういう自分で生活とかができるのかなって、まだその自分が 見えない世界なんで、はい、出てからどうなっていくっていう不安がちょっとだけあります。大阪府警によると、2018年からの5年間で覚醒剤取締法違反の検挙者数は減少傾向にある一方、10人のうち7人が再び覚醒剤に手を出すなど、再犯者率は高止まりが続いている。堺市でスナック店を経営する中野留美さん。中野さんは過去に覚醒剤を使用したなどとして4回逮捕され、延べ12年間刑務所に服役した。彼氏に振られて、でどうしようもない気持ちでお酒に逃げたんですけども、お酒だけでこらえられへんようになって、で覚醒剤に手を出してしまった。小さい頃の夢は器械体操の選手になること。21歳の時、覚醒剤に手を染め、人生が一変。まさか自分が覚醒剤に手を染めるとは思ってなかったみたいな。全然思ってなかったし、一回でやめると思ったんです。一回だけやったらやめるって決めてて、で一回やったらもう冗談じゃないぐらいやめれなくなって、やりながら悩んだ。やめたいなと思っても体がしんどくなるから、もう一回買いに行って、これを最後にしようと思って買いに行くんですよ。それをもう何回も繰り返して、結局やめられへんかって。逮捕と刑務所暮らしを何度も繰り返した中野さん。変わったきっかけは家族の存在だった。で3回目の時に次男坊が少年院入ったんですね。その時に先生が面会来てくれて、お母に会いたいって言ったらしいですよ、泣きながら。その時に、あ、子供にごっつい思いさせてるなと思って、辛かった顔してたよっていうのを聞いて、あ、自分一人ばっかりのこと考えて子供のこととか考えてなかったなと思って、それは大きいきっかけになったと思う。37歳で服役を終え、覚醒剤を断ち切ってから今年で14年。人生のリスタートにオープンした店で、家族のようなスタッフと共に歩んできた。自分がちょっとしたことで覚醒剤でパンってこけてしまったら、お店も潰れるし、あの店で働いた女の子やろって指さされることになるじゃないですか。責任がすごく大きくなって、もうそのしょうもないことに心を揺れてる暇がない。見せなかったらもう捕まって、まだもう刑務所なんかいてると思う。だから女の子らの生活も支えるけども、女の子たちに私もすごい支えてもらって、助けてもらって今あるかなって。宝物やね。
家族や仲間の支えもあり、立ち直った今。自身の過去の経験から、今は薬物依存に苦しむ人たちの更生を支える立場に。支援をしている中で危惧しているのは、覚醒剤がより身近に潜んでいること。ネットでパンパン買えるというのを聞いて、すごい世の中になったなと思うのと、ネットで買うほど怖いものはないと思って。巧妙化している覚醒剤の手口、隠語を使った SNS 上での取引に、捜査関係者も SNS の普及で捜査そのものが難しくなっていると話す。大阪だな、都会だなと思いますね。でもなんか人が多いところがいいと思うんですね。3ヶ月前から大阪市内に住む60代の女性。彼女もかつて覚醒剤取締法違反で2回逮捕され、刑務所に服役していた経験を持つ。夫と知り合っていなかったらまた人生が違ってたんだと思うんだけど、たまたま自分の方から声かけた人がそういう人だったみたいな感じ。初めて覚醒剤を使ったのは50歳の時。当時の夫に勧められたのがきっかけだった。癖みたいな感じが、理屈じゃなくって、そのやめれないんですよ、やっぱり。実はこの女性、わずか3ヶ月前に出所してきたばかり。縁もゆかりもない大阪を再出発の地に選んだ。彼女を大阪に迎え入れたのが、美容室や居酒屋を経営している黒川洋二さん。黒川さんは10年前から元受刑者や少年院を出た若者の更生支援を続けてきた。活動を続ける中、女子刑務所で出会った高齢の女性をこの春初めて受け入れることに。今高齢者も再犯もすごい社会問題になっているので、全体的にどうしても弱者というかね、社会的弱者、暮らしにくい社会になっているのが再犯もそうですし、虐待も自殺も、なんか全ての根源がそこやと思うんで。覚醒剤に手を染めていた環境を断ち切るため、女性に仕事や住まいを提供し、四六時中行動を共にしている。やっぱり再犯する人って最終的にやっぱ孤立している人が多いですし、一人だとやっぱりどうしても厳しいと思うんですよ、一人で断ち切るっていうのは。でも薬物を全く言ってない人たちの中で関わることができたら、それ以上にやりたいことが見つかるんじゃないかなと僕は思うので、また環境を変えるっていうのはすごく大事だと思います。出所してまだ3ヶ月、初めて暮らす大阪で薬物依存と向き合う彼女は今何を思うのか。どうしても何かイライラすると使いたいなってなると、頭では分かってるんですよ、それ良くないことだって分かってるんだけど、だからすごい変な言い方だけど、薬物は使いたいけど刑務所にはもう行きたくないっていう、そういうなんか自分の中でもそれは決まってて、だからその黒川さんは何かがあるから巡り合ったわけだからって言われたから、だからその今道のりをちょっと一歩一歩ゆっくり歩き出してるような感じかな。